踊るアホに見るアホと言います。人がバカやっててもそれで自分が賢くなるわけじゃない。みんなの関係ねえよな。見てよこの人たち、走行中に降りて踊ってるよ。せめてレンタカーでもいいからベンツ借りりゃよかったのに。 YouTube ショーツのコメ欄で車の価格突っ込まれるやつ、そいつらも含めてネタとしているんやぞ。そしてこの叫び声、ティックトッカー突っ込もうかミサイル。マジでアホすぎだろ。中学校のバカ組のノリじゃねえか。ノリ、そう、いいリズムに乗るためには音が大事。そのためのスピーカー。は？いやまさか、今リアガラス割れたの、車載スピーカーがうるさすぎたからか？だと思います。意味不明すぎるだろ、そこまでして笑い取りたいんか。車を安く買ってきて、ガラスは消耗品、本業で車屋やってる人の遊びだとしたらありえる。アメリカのドラッグレースとかに1回走るたびにエンジンフルオーバーホールする車種とかあるけどさ、その類で見ればええんか。芸術とエンジンは爆発。見て、運転ミスティレーションの後を、あ、貫通のことをペネプレーションって言うからさ、うん、見事に言葉の意味が記憶に定着せず抜けてったわ。ちなみに車の方は貫通はしてないんだ。ちなみにさ、さっき車がどうとか言ったけど、こういうバージョンもあるんよ。もう勝手にやれよ。絶対誰もいないような場所で撮ってんだろ。そしてなんかの闇というか、実はこれ人が押してたというね。社長を立てるのも部下の仕事やで。客先で怒鳴られるか、社長の車押すか選べ。はいお疲れさん、私も車押すかかりやるわ。なんなんだこいつら。いかにも安っぽい感じのする、車外性セキュリティの音。搬送するんなら切れよ。リアが浮き上がっちゃうからなのか知らんけどさ、別に押す必要なくね。君たち、空気清浄機のフィルターのビニール袋を外さずに数ヶ月使ってたタイプか？ P でエンジン切らないと爆発するとか子供の頃親に言われたの信じてそう。深夜帯によくある貨物列車の通過音かと思ったら、音だけで笑っちゃうんすけど、見て、屋根剥がれたの引きずってるし、満身創痍っすな。運転手的には満身で蒼白だったりしてな。自分の首が荷台の屋根みたいになる。そしてどっかの解体現場ですが。え、高くね？カゲローデイズ猫案件現場、からの、ショベルオンサゴンドラ見てるかごら。安全管理どうなってんだよ。エアコン室外機の設置、狭い足場に合わせておいたらネジ止めです。落ちそうだぞ大丈夫か？これがプロの技、なぜか落ちないんだな。エアコン落下ミサイル、みたいなタイトルの落ちてるバージョンの動画もこのチャンネルにはあるからね。そのスキルリスク低減に使ってくれよ。ただの田舎のお仕事動画だと思った？違うんだな。そう埋め立て橋渡ってみたチャレンジ。あ、運んでいるのは家です。引っ越しです。こんな方法で運ぶなよ。家の所有者大丈夫なのかよ。ちょっと隙間があったんで、干渉剤代わりにハイタイヤを放り込んどきました。そういえば BMW の X6 が発売されてからトップギアで取り上げられたのですが、芝生の丘を登れなかったり、カーナビやエアコンの操作系をボロクソに言われたり、なんかこうとても、評価が悪かったんですよね。おいちょっと待てや、大抵の車種はこんな雪じゃスタックするに決まってるやろ。誰がミニカーじゃないと言った。あ、私は過去に、ふんがって感じのボディラインだと言いました。意味がわからない。同じく雪つながりですが、さてさて、何が起こるのやら、突然スリップするのが定番だな。今滑らないからって雪道で速度を上げてはいけない。はい、正解は除雪車でした。おい大丈夫かよこれ。何も見えない。からの、雲海。いや雪飛ばす方向間違えてんじゃねえの？除雪してはいるんだけど、右へ左へ雪を動かしてるだけ。からの、屋根の上を除雪しない、引き出しの中は片付けない派のミサイル。アタリアが前にいたら確実に積んでた。避けさせる気はない。後続車を目つぶしするお前の方の人生を先真っ暗。おっとそこの酔っ払いさんよ、シートベルトをつけてくれや。シートベルトなんていらない。黙ってこれでもくらえ。膝の上に孫乗せる系のおばあちゃん、事故った時自分の体で孫を殺していき、ダッシュボードに足乗せるのも同じね。老朽化した設備は、どこが壊れるかわからない。取った年の数だけあんたを壊して数が増えるミサイル。こんなの誰が避けれるかっての。冷静に考えればヒンジの腐食は定番。フェラーリに乗るのは目立ちたがり屋だと言うけどさ、よく考えてくれ。子供用のラジコンカーでも同等かそれ以上に目立てる。変な妬みを食らわない点では日本向きかもしれない。親方くんの新車ベンツもこのタイプでしたからね。真面目に妬みしてる人いたんかい。ちなみにさ、オートワイパーっていうのがあるの知ってる？ロールスロイスはうん十年前から自動運転って言われやん。オープンカーが欲しいとき、彼らはこうする。車検通らないっていうレベルじゃねえぞ。一部のジープとかフロントガラスが取り外せるしドアも元からなかったりするからね。オールドファッション。オールドファッションって言葉だけでちょっと活かした乗り物に見えちゃうんだが、実際ちょっとくらいは憧れるっしょ。誰もいない？バブル弾けと共に閉鎖されたスキー場の駐車場とかで乗ってみたくない？なぜそんな人目を忍ぶようなところで乗るんだよ。本当は恥ずかしいとか思ってんじゃねえか。ちなみにさ、今調べたら、屋根もドアもシートベルトも、古い車種で元からなかったりしたら車検通せるらしいよ。あ、こっちの人たちは自転車にするという形で法律の全てをすり抜けたようです。丸太って、一歩間違えたら空飛ぶ魔法使いじゃねえか。お？乗ってくる？やだよ。まあでも、提灯持って深夜に山の中を一人歩いてる人を火の玉だと誤認する、くらいの歩幅の間違いだとは思う。現代でも場所によっちゃ電灯の光が看板に反射してお化けに見えるんだぜ。森の向こうの電柱とかも普通にそう見えちゃいますよね。彼らの前でホラーの話は成り立たない。
じゃあ、車好きにとってのホラー、バンパー破壊段差。誰が、いつ、地球が何周回った時、舗装路は常に平坦だと言った。地球が何周とか懐かしいぞ、小学生以来だわ。小学生といえば、その頃の友達と初期のアイスピみたいな盗みやって逃げる夢見たんですね。夢占いを調べたら相当現状が深刻だとか書いてあったんですが、ベビーカーを外から引っ張って運ぶ動画を見て忘れることにしました。どんな家庭だよ、赤ちゃん大丈夫かよ。変なところでストレス溜め込まない分、悪い子には育たない気がする。子供料金、君は精神年齢的にもただ、どちらかというと、裏勘の方がこういうことする人多いイメージだけどな。旅行してたけど、普通にチケット取ってたなら間違いなくゲートバー開いてたよね。なんだ、えらい違いだな。ホイールのインチサイズくらいは同じかもしれない。レクサス RX の F スポーツとかも純正20インチらしいぜ。車高高めの SUV 系なら普通にありえるんだぜ。エアコン送風口から雪が吹き出してくるのはどういうことなの？エアコンフィルター外して外気取り込みにすればあるかもしれない。エアコンの方もエアクリーナーの方のフィルターも、オイル交換ほど大事にされてないよね。フィルター交換は忘れ去られる定めにあるんだぜ。車好きでも、車載空気清浄機とか家の扇風機まで見るかはわからん。ところでこれは雪崩なのですか？ハンニバルが安全に雪山を渡るために持ってきた大砲でわざと雪崩を起こさせた。数千万年前の超新星爆発の光を今見てるみたいな感覚になるんすけど、いつの雪崩だよ。そしてさっきも聞いた、安っぽい車外性セキュリティの音だ。オーナーさんもまさか、自分の車が雪の車上荒らしに遭うとは思ってなかったろうに、工場の洗剤が川に流出したあれかと思ったぜ。ちなみにドキュンバーベキュー、使い終わった食器を川で洗うそうな。仲間のこと大事にするくせにゴミは置いて帰るんだな。何その YouTube のコメ欄でありそうなやつ。はぁ、今年の冬くらいはスキー行こうかな。毎日何かしら滑ってるのに。残念、税金が高すぎてスキー板も買えない。そのレベルならタイヤチェーンとかスタッドレスも無理やろ。お金稼いでるはずなのに毎月貧乏なの助けて。貧乏が美しいのは作り話の中だけだよ。作り話が惨めなまま終わるかっての。人生は普通に惨めなまま終わるのに。お金がなくて、通勤に使ってた車を乗れる状態のまま売ることにしました。ボンネット、ドア、ヘッドライト、ユニットにバンパー、どれも食費のいい足しになってくれた。寒すぎて死ぬだろ、と思ったらすでに半分死んでたわ。あ、雪国だけどわざわざスタッドレスに履き替えるお金はないんでね。タイヤの溝とか製造年とか見たくもない。もう自転車にでも乗り換えろよ。海外仕様の電動キックボードを無登録無免許で乗るのがお得と聞いて、ウェブデザイナー自称してポイ捨てバーベキューでもしてろ。シリコンバレーで流行っててマコナリ社長のチャンネルでも紹介されていた、オールバーズの靴を得意げに履いているが、トイレの後に手を洗わない派である。本当にそういう輩が電動キックボード無法に乗ってそうなんだよな。スマートなものを身につけてる人がスマートなわけではない。ゲームをするとバカになるのではなく、バカがゲーム中毒になってるだけであるように。香川県議会と香川県民のレベルに相関性はないぜ。あ、でもメダルかじりの名古屋市長と法律蹴飛ばしの名古屋走りのレベルは相関性あると思う。こんな危ない話するより犬の散歩したいぜ。文明社会はギスギスしがちだから、自然にお前を置き去りにする。またロシアのヘンテコ自転車動画あったんですが、ロシアの人ってもしかしてツールドフランスに対抗心持ってる？ロシアの人口 1.5 億人だぞ。ロードバイクじゃ本体価格とか部品とかバカにされるから、木造で独自性を出しつつ楽しむことにしました。次は車でも作ってください。完成品動画お待ちしてます。お披露目の時に次回作のこと言われるの作者にとって結構強いプレッシャーとストレスになるんだぞ。その頃現場では、私の親戚が敷設したてのコンクリートを台無しにしていました。責任は私が取ります。死ぬので次回作は作らなくていいですね。あー解放された。切腹饅頭を買うノリで死のうとするのかお前は。あれ？切腹も中じゃなかった？もう死ねよ。鶏だと首を切り落とすのが定番だけど、ゆっくりって饅頭やん。切り落とす首がないやん。今さら。